絶対に語られない話がここにある。ジョーチャンネルスタート。でまあ次回だね。次回は何を撮るか、そうですね。でジョーさんどこ行ったんですか。わかんない。ちょっと飲み物じゃないですか。ちょっと次回じゃあ、あれしよう。はい、やりましょう。いろいろね。さあ、来ましたよ、皆さん。え？差し入れ。あ、ありがとうございます。ね、ぜひみんなでこれ食べてる。あ、マジっすか。ありがとうございます。差し入れはすごい嬉しい。嬉しいでしょ。嬉しい。大食い対決出たまた来ましたよ、これ。はい。これは一人一つずつだからね、これね。これちょっとやっていきましょうよ、これ。いや、これパーティー用のやつじゃないですか。パーティー用だよ、これパーティー。しかも今日ちょっとスタッフ少ないのに。今日パーティーだから。これでちょっとやりましょう、みんなで。どうしたんですか。え、これちょっと今ね、頼んだのよ。そう。やってる間にね。ちょっとこれ。ちょっと韓国風にしてみました。速さも競うからね、これね。速さも。しかもこれ何の結構、いくらですか、これ。これね、一つ一応、4500円です。もうさぁ、まあ、4つで、まあ、1万8000円。グラムをね、グラムをね、さすがこれな、あ、でもいいんじゃないの。800g、 800? あ、容器入れてね。いやちょっともう、なんでそんなに大食い好きなの。どうか、いや、大食いなんかさ、こういうのもさ、もうね、ただ喋ってるだけじゃなくて、いろいろやんなきゃ。いや、これじゃこれで時間も計りますか。あ、いいね。超美味しそうじゃん、これ見て。だってさ、この箸の量見てよ。これだけで食うんだよ、普通。この人数で。おばんざい。始まりますよ、皆さんね。よーい、スタート。まだね。これ内容を説明しなきゃいけないよ、これ、はい。今日はちょっと、はい、韓国系です、はい、ね、韓国系ですね。はい、ニャンニャムチキン、チヂミ、はい、でこれチーズボールだって。これチーズボール、チーズボール、うん、そう、プルコギ、うん、でこれは海苔巻き、それとキムチとナムルが入ってますね、うん、あ、皆さん美味しくぜひいただいてください、はい、はい、そして俺さっき食べたから食べてない人はこれ一緒。いやいや、おかしい。デザート来た。それはいらない。何が、え、どうする。これ俺さっき食べたからね。食べてた。いやいやいや、食べてた。私食べてた。それは自分で食べたから、ね、え、これちょっと罰ゲーム決めようよ、じゃあ。何する、坊主。いや、伸びてきたけど、うん、坊主はやめましょう。じゃあだからさ、一番負けた人がもうこの料金を払う。1万8000円。1万8000円、はい、いきましょう。はい、はい、ということで、じゃあ、はい、時間も計りましょうか。計りましょうか。それでは皆さん一斉に、はい、いただきます。いただきます。いただきます。よーい、スタート。何から食べるのがベストなんだろうな、ちょっと分かんないな、これね。難しいよね。大食いの人に聞きたいですね、うん。どう、何からいきました、ジョーさん。チーズボール。ああ、なるほど。チヂミ。これプルコギ。うん、みんな違うね。うん、美味しい。うん、美味しいね。うん。じゃ普通に食べれたら本当美味しいね。うん。これ何からいくんだろうな。ね。これ、これ食べたらびっくりしますよ。ああ。これ結構パンチあるっすよ。うん、甘い。うん。すんげーチーズ。うん。表面の感じは、うん、うまい棒のチーズ味。うん。なんか粉の部分ね。うん、まんまそうですね。うん。うん、ニャンニャンも結構辛いし、ね、あ、ほんと、うん、ごちそうさまでした。負けん、うん、もう、はいはい、これ無理かも。これチーズボールやられますね。え、みんなチーズボールからいってるんですね、うん、あ、まだいってないの。一個もいってないですね、うん、ちょっといろいろいってみようかと思って、うん、こうチーズボールを食べたらその気持ちが分かると思う。ちょっといってみな。残しておきます。最初に勢いつけとかないと。確かにこれボールいっとかないと勢いつかないと思う、うん、これブレーキになるよね、うん、あ、もううまい。早っ。でも美味しく食べようよ、うん、なんかさ、うん、その大食いとか競争とかって言うけど、うん、確かにフルピエ味わってね。うん、あんだけ言ってもまだチーズボールいかないよな、うん、ちょっと一個いってみようかな、じゃあ。うん。わかるでしょ。マジっすか。うん、これも全部食べるか、うん、そうなるよね。これちょっときついな、ね、予定変更になるでしょ。うん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 、全員無理してない。これ何でも辛いね、結構辛いね。辛いの無駄なんですね。
ソースかけたら、しますコース、もっと辛いやつありますよ。いや、辛い苦手です聞いてる。まあ、これ何回目の大食いですか。カメラ回ってないところでやってますもん。まあそうだ、うん、カメラ回ってないところ俺たちもね、結構やるからね、うん、まだ全然対決のオファー来ないですね、大食いの人たちから、ね、この間さ、中華やったじゃん。はい、あれやばかったよね。やばかったですね。あ、ショートではちょっと、あれあげたんだよね、うん、あの熱いやつね。そうそうそう、うん、あー、すごいあれ焼けと大変だったでしょ。大丈夫ですよ、慣れっこですよ。なんで慣れっこなの。超早い、俺結構ハイペースで食ってると思ってたけど、うんうん、やっぱ本当だ。うん、さらに、え、無理、どうした、マジっすか。いや、超早い。で、下落ちてないか見て。落ちてないよ。うん、うん、しか言ってないもん。なあ、おかおかおか、あ、ほらほら、あ、やられた、縮み増えてる。増えてない。あ、フルビーちょっと、ドリンクちょっと取ってきてくれる。いや、うん、もう一回どのドリンクですか。すごい見てるんですよ。でもさ、みんな驚かないでよ、この後にピザ頼んでるからね。あともうちょっとしたら来るから。もう8分40秒経ってますよ。はげ、ご飯終わる。マジっすか。はげ、うん、でもフルピーも早いわ。早い、フルピー早い。チーズボールいけないと思うよ、うん。ジョーダンが早かったわ。うん、何だよこれ、大したもんね。うん、ぶっ飛べた。はい、半幕一着、うん、一着、お、これは早いじゃん。うわ、ぶっ飛べたもんじゃん。だからチーズボール最後は、これ絶対チーズボールはきついよ、うん、マジで、うん、マジでこれマジも早いな。早いな、これちゃんと再食いできるもん、これ。いや、多分ポテンシャルはマイピーが高まるよね。そうそう、うん、分かんない、あっちもチーズボールギャル曽根食いするかもね。無理でしょ。飲み込めないよね。もう、あ、何分だった。10分は切らなかったね、ゾウさんの方もあると、うん、おお、マイピー終わったということで、再開が決定いたしました。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。18,000円。早いよ、みんな。13分ちょっとでね、行けましたね、ジョーチャンネルチーム。あ、もうあと駅前にいるって。あとハンバーガーが50個来るからね。あとちゃんと残さず食べます。はい、ね、そうですね。ということでね、はい、まあ企画っていうかさ、まあ、こういうのちょこちょこやろうじゃないですか。私も別に撮んなくてもいいんだけど。そうですね、ジョーさんがどんだけ食べるの早かったかっていうね、うん、そうだね、分かったわけです、うん。じゃあスーピー、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。はい、ごちそうさまでした。ちょっとごめん、トイレ行ってください。チャンネル登録よろしくお願いします。